皆さんこんにちは、ビールレジェンド染田です。本日は数量限定めっちゃ多いスイートポテト、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。秋からね冬にかけてくると、まあ、いろんなものがね美味しくなってくる季節かと思うんですけれども、まあ、その代表格といえばさつまいもですよね。これをねこうフレーバーにできないかっていう形で試作を重ねて非常に美味スイートなフレーバーがね誕生しましたんで、こちらですね、めっちゃ美味スイートポテトレビューしていきたいと思います。パッケージのラベルからも美味しそうな匂いがしますね。わめちゃめちゃお芋ですね。焼き芋の匂いがします。パウダーはねもう通常のね感じとね変わらないんですけれども、開封した瞬間に部屋中がもうさつまいもの匂いで充満してますね。水はねだいたい200ミリ、こちらをね入れておりますんで、こちらに対して黒スプーンすり切り1杯入れていきたいと思います。泡立ちもね、ダマもね、ほとんどありません。色もね、通常のね、プロテインと変わらないような色になってますね。わっ、もうなんですかね、お芋をふかした時のね、匂い。甘い香りあるじゃないですか。香りがね、いたします。いただきます。めっちゃおいスイート、もう本当にスイートポテトを飲んでる感じ。さつまいものね感じも絶妙にね再現されてるし、再現されてるというかさつまいもが入ってるんで、もう本当そのまんまなんですよね。ムキムキ甘栗風味のね秋限定のフレーバーがあるんですけど、あれもねこう飲むモンブランみたいな形でねお声いただくんですけれど、もうこのめっちゃおいスイートポテト風味はもう飲むスイートポテトという言葉がふさわしいんじゃないかと思います。酸味系かスイート系か言われると、こちらのスイートポテト風味はもう間違いなく甘い系だと思います。どんなフレーバーが好きな方におすすめかって言われると、まあ、例えばムキムキ甘栗風味であったり、ミルキー風味、まあ、この前出たね響のご褒美プリン風味とか、結構甘い系がね好きな方にねおすすめできるフレーバーになると思います。そこまで突き抜けた甘さではないんですけど、程いい甘さ、スイートポテトの感じのね自然の甘みを大事にしたような甘さになっていると思います。オイスイートポテト風味の栄養成分表示ですね。1食 29g あたりエネルギー 114.3kcal、 タンパク質 20g、 脂質 2.1g、 炭水化物 4.1g、 食塩相当量 0.2g、 ビタミン C 46.4mg、 ビタミン B6 が 1.2mg となります。気になる発売日なんですけれども、12月9日ですね、水曜日お昼12時からとなります。限定数がね3000袋となります。で販売価格は、まあ、通常と変わらないですね、3200円となります。まあ、間違いなくね自信を持って提供できるスイートポテト風味のねプロテインに仕上がっていると思います。スイートポテト好きやさつまいも好きの方に必ずね満足していただけるとね確信しておりますんでね、ぜひ発売と同時に下記ね URL よりご購入ください。それではねまた次のね動画でお会いいたしましょう。さよなら。